絵のない絵本は、デンマークの作家、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの連作短編集。屋根裏部屋で暮らす貧しい画家は、夜に訪れる月の語る話によって、寂しさを慰められていた。その話を画家が書き留めたという設定で、33夜に、渡る短い物語を収める。1839年の初版では、第20夜までだったが、再版で31夜まで追加され、 1855年の第4番で33夜が揃った。1914年の番では挿絵が入った。インドのガンジスガーのほとりにて、メンドリと少女、隣の路地の一人の女、ドイツの芝居小屋にて、フランス7月革命、動乱のパリ、スウェーデンのウプサラにて、巨人の墓のあるあたりにて、空模様の都合で月が現れず、グリーンランドの葬儀、 一人の老女、結婚式後の新道新婦、ポンペイの歌姫、編集者たちの評する新進作家二名、赤ちゃん誕生を待つ幼い兄弟、ドイツのリューネブルクにて、同契約の恋、新しい服を着た四歳の女の子、月の語る都市の幽霊、才能のなかった俳優、ローマにて、サハラ砂漠北部のフェザーンにて、 取り上げられた人形大きの枝の上に乗せられた少女、チロルにて、コッペンハーゲン、バチカン、そしてデンマークのシェラン島にて、フランクフルトアムマインのロスチャイルド家、大都会の煙突掃除、中国の和解荘と乙女、海を渡る白鳥、スウェーデンの6000近くの総員、大通りのそばの居酒屋にて、小さな市場長の子供たちと馬、 ある囚人の残した戦術、五人兄弟。本作品の第二十八夜をもとにビーチェスラフ・ノバークが1九百五年に公共し永久なる憧れを作曲している。日本では本作をもとにして、樽屋正則が同名の吹奏楽曲を作っている。アンサンブル曲では、ファゴット四重奏の絵のない絵本第十夜、クラリネット八十奏の第十二夜、フルート八十奏の 第23夜がある。ありがとうございます。